こうしてみると結構胸筋がついてきた感がある。おはようございます。どうも。お久しぶりです。こんばんは。エネムです。最近ちょっと筋トレを頑張ってるんですけど、だいぶ胸筋がついてきた感がある。気のせい、影の、いや待って、これ乳首とか大丈夫 ?YouTube 的になんか、あんまり乳首とかなんか、アウトなような気がするんですよ。ま、あいいや。本日7月5日がですね、何の日かと言いますと、そうですね、東京グールが完結して今日でちょうど4年に、 なるんです。早いですね、本当に。毎年これね、見せてるんですけど。はい。どうですか見えますかねちょっと画角が狭いかな。あのー、東京グール RE の最終巻、コミックス最終巻が発売された日の新聞、グールが一面を飾ったあ新聞ですね。えー、額に入れてずっとも飾ってます、4年間。あ、見えますかね。えー、まあ、毎年見せてるんですけどね。 えー、去年も完結3周年の動画を撮って投稿したんですけど、えー、まあこの1年は超人 X とかのおかげで、えー、グールロス症候群に、えー、ならなかったんですよね。グールが完結して最初のね3年間っていうのは、まあ、やっぱちょっと寂しかったというか、グールロス症候群がまあ、 時々ね、発症してたんですよ。もうああ、グル読みたいみたいな。<laughs> あの、インボケとか、あのジャックジャンヌがあったとはいえですよ。やっぱり石田水の漫画が恋しいと。で、魔王寺して始まったあ、超人 X。これがね、まあ面白くて、えー、読んでますか超人 X。多分、ね、あの、この動画見てる人、読んでない人ね、やっぱいると思う。うん、あ全員が全員読んでるわけではないと思います。グルが忘れられないとか。 ああ、読んだけど、序盤で読むのやめちゃったとか、ね。安心してください。えー、超人 X 現在、単行本3巻、えー、全24話まで配信されてますけど、まだ序盤です。<laughs> あの、まだ序盤です。ねあ。撮ってきたんですけど、あの、3巻発売されてるんですよ。で、24話、えー、配信されてるんですけど、めちゃめちゃ分厚い。この、見て超人 X3 巻、めっちゃ分厚い。こ、こんだけ発売されて、まだ序盤なんですよ。正確に言えば、序盤だって、 たんですよこの一年と数ヶ月あの過去形ですね今更新されている最新の二十四話でようやく物語のプロローグが終わったみたいなんですよねいやもう読んでるこっちがびっくりですよねここ七八話くらいはクライマックスなんちゃうんかいうくらいあの怒涛の展開でなんかまるで四年前にねこう毎週木曜日にヤングジャンプが発売されて、えー、コンビニまで走ってさもう速攻でグール読んでさ ああ、一気一遊してた時くらいのテンションで、こっちは、あの、読んでたのに、ね、あの、まさかの、ここまでプロログだったっていう。本番はこっかららしいですね。あの、超人 X という物語、えー、漫画の物語が始まるようです。どうやら。なんでね、超人 X、えー、序盤で、一巻とかで読むの、やめちゃったっていう人とかね、あの、グールが、忘れられなくて、えー、読めてない人とか、あ、絶対後悔しないんで、 とりあえず、とりあえず、最新の24話まで読んでみてくださいよ。うん、確かにね、序盤ね、この作品めちゃくちゃ人選ぶだろうなとは思いました。僕も、うん。思ってたんですけど、これね、読んでる、今読んでる人ならわかると思うんですけど、めちゃくちゃ面白くなり方がおかしいんですよ。あの、なんかこう、じわじわ面白くなってきたなと、 思ってたら、急に、ドーンみたいな、なんかお、お、かしい。こう、お、面白くなってきた、面白くなってきた、おーおおおみたいな、急に、ガーンってこう、上がるんですよね。指数的になんか、あの、面白さが跳ね上がるみたいな、んなんて説明したらいいのかわかんないですけど、急に、ドーンって跳ね上がりましたね。面白さが。だから、あの、序盤で読むのやめちゃった人、あの、本当読んでびっくりすると思いますよ。今日ね、グールの話を長々としようと思ったんですけど、なんか結局、超人 X の、 あの、話ししちゃって、えー、ちょっと申し訳ないんですけどあ、それくらい今、めちゃくちゃ面白い単行本3巻も、すごい良いところで終わってるし、えー、最新その続きはね、トナジャンで無料で埋めるっていうね。あとね、話変わるんですけど、グール好きな人ね、あの、石田水店絶対行った方がいいですよ。うん。今月の中旬、7月の16日から、今度はね、岡山でね、えー、あるんで、 はい、あの、岡山って言っても、あの、皆さんがどこ住んでるか、僕は知らないんですけど、あの、僕はあの、四国の香川住みなんで、えー、まあ、岡山近いんでね、もう一回行こうかな、なんて思ってたりします。えー、最後になりますが、えー、今年もね、えー、無事こうやって動画を投稿することができて、えー、本当に良かったです。まあ、 今の僕のチャンネル登録してくれてる人たちは、あーグール関連でつな、えー、がった人たちが大半だと思うんで、えー、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。よかったら、あの、これね、あの、超人 X、超人 X もね、えー、読んで、えー、感想とか考察とか、いろいろコメントくれたら僕も嬉しいです。超人 X これから絶対1年後2年後、もう爆発的に人気になっていると思います。 ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。